はい、皆さんこんにちは、しゅんまるです。今回は30キロ痩せた私が痩せる前に知っておきたかったこと15選というテーマで話していきたいと思います。ということで、この動画を見ればこれからダイエットされる方、そして今現在ダイエットされている方のサポートになると思いますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速本題に入りましょう。今回は15個にまとめたということで、順番に紹介していきたいと思います。まず1つ目、カロリー計算をすることです。カロリー計算をしないと、自分は少なめに食べてるつもりでも実はカロリーオーバーしてしまっていて全くダイエットになっていないというパターンが多々あります。あれ、鶏むね肉食べてるのに全然体重減らへんぞとか、そういうことがよくありました。最大にして一番陥りやすいダイエットの罠でもあると思いますので、しっかりとその辺はカロリー計算をしてダイエットするようにしてください。続きまして2つ目、ダイエット方法を決めるです。ダイエットにもいろんな方法があると思うんですね。例えばケトジェニックダイエット、ファスティングという方法があったりとか、いろいろあると思うんですけど、ケトジェニック方法を1週間して、そして1週間後にはローファットダイエットを取り入れるみたいなことをしていると、体もうまく反応してくれないんですね。ローファットならローファットっていう軸を決めてローファットのみをやる、ケトジェニックだったら糖質をしっかり控えて脂質を多く取ってカロリー調節をしていくような形でダイエットの方法を決めてください。はい、そして3つ目はモチベーションを決めるです。モチベーションっていうのは、皆さんそれぞれ違うと思うんですよ。例えばアイドルになりたいんだっていう目標があったとします。じゃあダイエットしていく中で、自分が目標とするアイドルグループの A 子ちゃんみたいになりたいみたいな感じで決めてあげると、いざダイエット中に心がくじけそうになっても A 子ちゃんのスタイルのいい写真を見たりとかしてモチベーションを上げれるようにしておく、すごく重要な部分になってきますので、しっかりと自分の中でモチベーションを確立した方がいいと思います。そして4つ目は脂質を気にしすぎていたという点です。ダイエットってよく脂質の量を少なくしろっていうことをよく聞くと思うんですけど、脂質っていうのは別に悪いものじゃなくて三大栄養素の一つであることから、極端に脂質を取らないみたいな生活をしていると肌荒れの原因になったりとか便秘になってしまうみたいなことが起きます。私はローファットダイエットっていうものを軸にしてダイエットをしてきたんですけど、ほんと1日に脂質 10g 以下にしてんちゃうんかいっていうぐらい脂質の量を少なくしてダイエットをしてた時があったんですけど、ずっとお腹が気持ち悪いっていう状態が毎日のように続いたんですね。良質な脂質を中心に取ることでこれは改善できたんですけど、これはぜひダイエットする前に知っておきたかったなと思って皆さんに共有したいと思います。そして5つ目はランニングのしすぎです。ダイエットの知識が全くなかった私は、とにかく走れば痩せるんじゃないかということで、毎朝6時に起きて自分の家の周りを走ってたんですね。走ること自体が悪っていうわけじゃなくて、普段運動しない僕が毎日1時間走るっていうのはかなりの運動量なわけですよ。もちろんカロリーは消費しますし、ダイエットに拍車はかかるんですけど、基礎代謝がグググッと下がってしまうんですね。ダイエット中はもちろんカロリーも制限していますし、その中で毎日1時間ランニングをするっていうことはもう限界突破なんですよね。有酸素運動はしすぎないように気をつけてください。はい、ということで6つ目は夜食べると太るです。夜食べると太るっていうのは全くの迷信です。なぜなら自分の体は今何時なのかっていうのを全く分かってない状態なんで、太るか痩せるかっていうのは1日に何キロカロリー摂取したか、そして何キロカロリー消費したか、その差分で決まってくるので、夜食べると太るっていうのは全くの迷信です。でも一応夜は少し控えておこうっていうのはありだと思っていて、結局夜って、これからあまり活動しなくなっていく状況なので、あまりカロリーを取らなくてもいいんじゃないかっていうところはあります。そして7個目、腹筋ばかり鍛えるです。これ皆さん結構やりがちだと思うんですけど、腹筋ばかり鍛えていても痩せることはできません。確かに美しい体のインフルエンサーの方とか筋肉系 YouTuber の方って腹筋とかバキバキだと思うんですけど、腹筋というのは実は小さな筋肉でカロリーというものはあまり消費できないんですね。そして皆さんご存知の通り、腹筋というのは生まれた時から割れてるんですね。腹筋が見える方っていうのは体脂肪が少なくて元からある腹筋が浮かび上がって見えてるだけなんですね。なので腹筋が見えない方はその前についてる脂肪さえ落とせば腹筋はうっすらと見えてくるはずなんですね。そして腹筋は小さい筋肉であることから、めちゃくちゃ腹筋を鍛えたとしても目に見える変化っていうものは起きにくいんですね。なのでダイエットしたい方は腹筋ばかり鍛えるよりももっと筋肉が多い下半身とか上半身の胸とか背中を鍛える方が効率はいいです。続きまして8個目、サプリに頼ってしまう
です。ダイエットにおいてサプリだけで痩せるっていうことはありません。サプリメントはあくまでダイエットとか筋肉を増やす上でのサポートをしてくれるためだけと考えてもらっていいと思います。もしそれが存在するならダイエット YouTuber というものは必要ないはずです。そして9個目、1週間では体は変わらないです。まあ皆さん毎日ダイエットしていると成果が欲しいと思って体重計に毎日乗ると思うんですけど、昨日より2キロ減ってんじゃんとか、1週間前より5キロ減ってるわみたいなことって、小さな成果っていうのはすごく嬉しくて、自分ダイエットセンスあるかもみたいな感じで思うと思うんですけど、錯覚だったりするんですね。実は体脂肪というものはそう簡単に減らなくて、体脂肪1キロ落とすのにおよそ7200カロリー必要だと言われてるんですね。つまり1週間で10キロ痩せたっていう人はほとんど水分が抜けているだけなんですね。なので脂肪はほとんど減っていないので、人というものは簡単には体は変わりません。もちろん体重だけ落としたいプロボクサーとか、まあ、格闘家の人とかは話は別なんですけど、一般の方は水分を減らして体重を減らしたいのではなくて体脂肪を減らしたいはずなので、しっかりとその辺は履き違えないように、まあ、小さな成果は喜びつつも事実はしっかりと受け止めるということは必要だと思いますので、ここでお話させていただきました。そして10個目はゴールを決めるです。これいつまでこの鶏胸ダイエット生活をしないといけないんだっていう問題があると思うんで、例えば55キロまで落とすんだっていう風にゴールを決めてあげることで活力にもなりますし、モチベーションを維持するためにも必要なことだと思いますので、目標が決まってないダイエットをしてしまうとくじけて諦めてしまう可能性がググッと上がってしまいます。なので皆さんはゴールをしっかりと決めてダイエットするようにしてください。そして11個目は心の準備をするです。ダイエットというものはそう簡単ではなくて、生半可な気持ちでダイエットしているとすぐにお菓子に手をつけてしまったりとか、外食で脂っこいものを食べてしまうことになってしまいますので、覚悟をしてダイエットするようにした方が結果的に中途半端な結果にならずにダイエット成功しやすいと思うので、これはしっかりと皆さんに共有したいなと思ってリストに入れました。続きまして12個目、朝食をしっかりと食べるです。これ結構やってない人多いと思うんですけど、朝食はしっかりと食べてください。朝食を食べないと脂肪を燃焼させるトリガーがない状態なので脂肪が燃えにくいんですね。まあ、これどういうことかっていうと、車で例えたら分かりやすいと思うんですけど、ガソリンを入れないと走らないじゃないですか。人間も食べ物を食べないと体脂肪を落とすためのトリガーが全く発動しない状態になってきますので、朝食は取るようにしてダイエットするようにしてください。13個目、食物繊維をしっかりと食べるです。食物繊維を取らないと腸内環境が悪化してしまって便秘になりやすかったりします。そしてダイエット中は白米と卵と鶏胸肉だけ食べるっていう人が結構いらっしゃるようで、まあ、現段階では便秘になっていないかもしれないんですけど、今後便秘になってしまったりする可能性があるので、しっかりと野菜は取って食物繊維を取ってダイエットするようにした方がいいと思います。そして14個目、外食をしないです。なぜ外食をしない方がいいかっていうと、美味しくしようとして脂質の量を増やしたりとか、糖質がめちゃめちゃ入っているってことが多々ありますので、カロリーとか栄養素の成分がしっかりと表記されているものがありますので、まあそことちょっとにらめっこしながら食べるっていう柔軟な判断をしてもらったらいいと思うんですけど、基本的には脂っこいものが多かったりとか糖質過多になりやすいので、なるべく控えてダイエットするようにしてください。最後はですね、15個目、食べないダイエットです。食べないダイエットをしてしまうと体脂肪が減っていいんじゃないかって思われがちなんですけど、脂肪ともう一つ失ってしまうものがあります。それは何かというと筋肉です。筋肉がどん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 失われていきます。筋肉が小さくなると基礎代謝も下がりますし、ガリガリな体になってしまいます。ほとんどの方がある程度筋肉がついてかっこいい体になってダイエットを終えたいはずなので、食べないダイエットではなくてカロリー計算をしてビタミンやミネラルもしっかり取ったダイエット方法を皆さんにはしてもらいたいなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。ダイエットをする前に知りたかったこと15選を話させていただきました。私のチャンネル登録者数が10万人突破する頃には皆さんの体脂肪はゼロになっているはずです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。バイバイ。